南極半島地図赤字で記されているのは各国の南極観測基地南極半島は南極大陸西部にある半島南極海に向かって南緯75度から南緯63度まで伸びる S 字状の細く長大な半島である半島北部は南極大陸では珍しく南極圏外でドレイク海峡を挟んで南アメリカ大陸がある 半島の周辺には多くの島があり、沿岸には棚氷が発達している。この半島は1820年代に人類が最初に到達した南極大陸の一角である。南極の中では気候が最も温和なので、この半島や周辺の島には多くの観測基地がある。半島の最北端プライムヘッドは南位63度12分付近にあり、これは 南極大陸の北端にあたる。東西方向は、西経五57度付近から西経七71度付近まで広がる。半島の東側の海は、ウェッテル海と呼ばれる。半島北部は、クレアムランド、半島南部は、パーマーランドと呼ばれ、南極半島の付け根は、エルスワースランドへとつながっている。アメリカ地質調査所の地名情報システムによれば、 エルワースランドとの境界となる南極半島の南限は東海岸側のケープはダムズと西海岸側のエクランドアイランズ対岸とを結んだ線である。南極半島は南極大陸では例外的に氷雪気候ではなくツンドラ気候である。クレアムランド北端にはホープ湾があり、アルゼンチンのエスペランサ基地が所在し多くの低住人口が住む。 南極半島は高い山が多く、最高地点は約2800メートルである。この半島の産地はアンデス山脈の続きであると考えられている。南極半島は新規作り山帯である。ウェッテル海にはラーセンタ棚氷が張り出している。西海岸側にはアレクサンダー島、アデレード島、ビスコー諸島、アンベール島など大小の島々がある。南極における 領有権主張の一覧も参照アルゼンチン、イギリス、チリが南極半島の全域もしくは一部の領有を主張している。三カ国の主張は重複している。アルゼンチンは成形25度から成形74度の範囲をアルゼンチン領南極地域として領有を主張している。イギリスは成形20度から成形80度の範囲をイギリス領南極地域として 領有を主張している。地理は、成形53度から成形90度を、地理領南極がそれぞれ領有権を主張している。いずれの主張も南極条約により凍結されている。南極の歴史も参照最初の南極半島の死人が、いつなのかは、議論があるが、おそらく1820年代である。南極半島に関して、アメリカ合衆国は、パーマー半島、イギリスは、 クレアムランドという名称を長らく用いていたが、1964年に、米国の南極地名諮問委員会と英国の UK、アントクティック・プレイス、ネームズ・コミッティーの間で合意が形成された。ケープ・ジェレミーとケープ・ワガシーを結ぶ線を境界として、北部をクレアムランド、南部をパーマーランドと呼んでいる。詳細は、EN、アントクティック・ペニンシュラを参照。ありがとうございます。